名古屋城は戦国時代に終わり国愛知軍名古屋にあった日本の城、今川宇治地下築城。16世紀前半に30年ほど存続した後に廃城となるが、旧城地は廃城から半世紀ほど後に再び城地に取り立てられ名古屋城になった。名古屋はもともと駿河の今川宇治地下が終わり東部まで、 支配領域を拡大していた時期に、所流の名護の市が領有し、柴市が終わりを領有した後もこの地に泊まっていた。大英年間に今川宇治地下が終わり進出の拠点として、現在の名古屋市中心部が広がる厚田大地の西北端に築城した柳の丸を起源とする。今川市の時代、この城の城主は宇治地下の一族で一説には、 名護の氏の家督を継いだとも言われている今川氏、豊という人物であったと伝えられている。1532年、諸端城の織田信秀が、計略により今川氏豊を追放して城を奪い、拠点を置いたとされる。名古屋城という城名はこの時付けられたとの説がある。1534年生まれの信秀の着難、織田信長は、名古屋城で生まれた可能性があるが、諸端城 小渡城の三節に分かれる。なお、名古屋城ダッは1538年節もあり、諸俣城で誕生とも言われる。信秀は、名古屋城を幼い信長に譲り、自身は、同じ大地の東南方を固めるために、現在の新州大屋派名古屋別院の地に、小渡城を築いて、そこに移った。1555年、信秀の後を継いでいた織田信長は、 一族の織田信友を滅ぼして、清須城に移った。信長が離れた後の名古屋城は、信長の叔父、信仰、信長の重臣、林秀らが一時入ったが、やがて廃城となった。50年後の1609年、徳川家康がこの城の古地に目をつけ、名古屋城の築城に着手する直前には、高狩りに使われるような荒れ野になっていたと伝えられている。 中世城郭の名古屋城は完全に近世城郭の名古屋城の閣内に取り込まれたため、中世の名古屋城を直接に忍ばせる意向はほとんど存在しない。ただ、名古屋城二の丸は名古屋城の古地であるとされており、現在二の丸内に名古屋城市の石踏みが立っている。また、名古屋の地名は名古屋城の西南に残っている。ただしこちらは現在は名古屋と読む。 愛知県名古屋市中国の丸一名古屋城、交通アクセスを参照。ありがとうございます。